の人たち自身が気づいてなかった時代でしたね、まあ、僕がやってる音楽も本当にこうあのザッツ日本っていうか本当に日本的はなので、あの僕の声を通してまたこう日本の日本にあるもの素晴らしさを知ってもらえたらなっていう言葉が一番ですか。